シャイアンとはアメリカ合衆国のインディアン部族の一つ。ワイオミング州の州都シャイアンはシャイアン族にちなんでいる。ワイオミング周辺を領域とした北シャイアン族とオクラホマ周辺を領域とした南シャイアン族の二大子族に分かれる。現在も同盟関係にあるダコタスー族が彼らを分からぬ言葉を使う人と呼んだのがなまってシャイアンと呼ばれるようになった。 彼ら自身の自称は、我ら同胞を意味する、トセツヘスタヘイザ、または、ジャッツエスティエス。シャイアン族とスー族は、ブラックヒルズなどをめぐり敵対関係にあったが、後に、北方シャイアンは、ダコタスー族と同盟関係になり、リトルビッグホーンの戦いでは、ダコタラコタのスー族と、同じく同盟関係にあった、アラパホー族の連合軍が、カスターチューサ率いる、 第7期兵隊を壊滅させた。ボーヘヘベ州長1868年のアメリカ政府とのララミー条約で、シャイアン族全部族員は、オクラホマの保留地に強制収容され、インディアン管理局によって、狩猟を禁じられ、食料の配給をごまかされて飢餓に陥った。1878年、南北シャイアン族のうち、北方シャイアン族のボーヘヘベ州長とオコホモザーケタ 州長がワイオミングの故郷に向け絶望的な逃亡を行った。この逸話は映画シャイアンの題材となった。彼らに続く者たちが本来のワイオミングに保留地を認めさせ、現在、北方シャイアン族はワイオミングに南方シャイアン族はオクラホマに保留地を得ることとなった。シャイアン族の太陽の踊り現在のワイオミング州から、 コロラド州までの平原地帯を領域とし、ティピーを使ってバッファローなど野生動物を追う移動型の狩猟生活を営んでいた。バッファローが手に入らない時にはウサギなどを狩り、胡椒や皮では増すカメを捕らえた。保存用のバッファローの肉はペミカンの材料となり、胡椒で採れるワイルドライスは煮物に用いられ、現在でも名物料理として残っている。言語学では、 アルゴンキン語族に属する。水族とシャイアンの例に漏れず、平原のインディアン部族は、それぞれ独自の言語を持っていて、会話が成立しがたいため、平原の部族は独自の指言葉を発達させていた。言葉を口にせずとも、これで対話ができた。スミソニアン協会アメリカインディアン博物館の、初代館長 W リチャードウェストジュニア。ありがとうございます。